余すことなく調査するぞ、このジェットコースターとやらを。兵長、何やってんですか兵長、早く乗ってくださいよ。何やってんですか兵長、早く乗ってくださいよ兵長。俺には分からない、ずっとそうだ。死ぬほど牛乳を飲んで睡眠時間を増やしてみても結果は何も変わらなかった。だからまあせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。遊園地とはアトラクションとはそれが何か見せつけてやる。ちっちゃな頃からちっちゃくて乗り物が乗れなくなっていた。高飛車ドドンパええじゃないか、乗車できるわけもなく。でも遊び足りないターパ足りない、困っちまうこれは遺伝のせい。乗れるものなく徘徊するハイラン、それもそっか。最新のコースターは当然の把握、最後部行動と速度もチェック。入場で入念に身長制限、遊園地じゃ当然のルールです。は？足りねえ足りねえ乗れねえわ、あなたが思うより短足です。一遍もっぺん再検査、測り方悪いだけかもね。なあよく似合うお馬さんにまたガルベリー、ご覧姿勢足りねえ乗れねえわ、言いたい軌道があるので問題はなし。やっぱ乗りたい